皆さんこんばんは。ナビゲーターのルシオコスカです。この番組ではサイバーワールドで活動なさっているさまざまなクリエイターさんにお話を伺っています。今日は前回に引き続き建築家のボルフォールさんにご登場いただきます。それでは早速映像をご覧ください。いらっしゃいませ。こんばんは、お邪魔します。どうぞお座りください。はい、座っちゃいますね。あ、素敵なカフェですね。 ありがとうございます。ここはどういう、はい、はい、ここはあの下町のカフェというのがあのテーマで作ったところなんです。あ、なるほど、下町のカフェ、なかなかいい雰囲気ですね。極力こうテクスチャーを汚すっていうのをあの、うん、心がけた作品でして、これまでは結構綺麗なテクスチャーをよく使ってたんですけども、ここで結構汚すのをチャレンジした建物ですね、うん、なるほどね。ちょうど昭和30年代後半から40年代ここら辺を狙ってくるっていうのがありまして、はい、それがあるもんですからあのいろんなところでの色合いなんかでもかなり古い感じの色を使ってまして、はい、あとあの玄関の入り口のところのガラスの色もあの、はい、緑系と赤系とそうですねっていうのが入ってますけども、うんうん、こういう色合いの使い方っていうのはあの年代に多かったような使い方なんで、うん、なるほどね、使ってみたり、すごい、まあ、細部にこだわりがいろいろありますね。うん、まあ、こだわったところばっかり説明してますからあの偉そうに聞こえてしまいますけどいえ、とんでもない。 いや、こだわったところをねもう存分語っていただきたいと思うんですけれども。 ありがとうございます、はい、で窓なんかをちょっと見ていただくとあれなんですけども、はい、窓はテクスチャーのガラスの窓とスカルプの窓枠とが両方ここは重なってまして、はい、普通だとどちらかしか使わないんですけどね、あの、うんうんうん、ここは二重にそれを使ってます。本当ですね、すごいな。それとあとカーテン、ね、両サイドのカーテンとかもね、はい、これスカルプで影つけたカーテンなんですけど、うんうん、これがまたあのこれを作った時の超目玉だったんですけど、お普通、なかなかできなかったんで、このサイズですから、大きな大きなカーテンにしてしまいましたけど、そうですね、本当にこれリアルであったとしたらものすごい大きなカーテンですよね。もう2階の上からかかっている。もうカーテン外せません、ごめんなさい手が届きませんので。本当ですね、すごいですね、この窓の緑色もやっぱりなかなか今はない色ですよね。あ、そうですね、あの私の場合あのガラスの色結構緑が実は多いんですよ。おお、そうなんですか。白のグラデーションとかブルーのグラデーションでガラス作ってる人たち結構多いんで、ちょっとあの自分の個性を生かす意味合いで緑系を使ったりなんかしてるんですけどね。なんかやっぱりちょっとそのなんていうんですかね、懐かしさっていうか温かみがあっていいですよね、ガラスなのに。うん、ちょうどあのその昭和30年代40年代あの頃のガラスっていうことを考えると、うん、なおさらちょっと緑系が懐かしい雰囲気かなっていう感じがしましたね、うん、そうですよね、うん、すごいすごい。であの内装があの木とかを使ってちょっとオレンジ系の色が入るじゃないですか、うん、はい、それからするとこの窓ガラスが実は反対色系になるんですけどね。反対色使ってこのバランスを取るとすごくまた、うん、あのそれぞれを引き立て合って、うん、いい感じになるんじゃないかなっていうのが、うんうん、よく反対色好きなんですけどね。ねえ、コントラストがあって
いいですね、すごいすごい。やっぱりこれもその真四角じゃないところのこだわりとかっていうのがあるんでしょうかね。そうですね、先ほど入ってきてくださったで玄関の入り口っていうのは45度傾いてるんですよね。はい。でカウンターだけがまっすぐでして、やっぱりサービスするときはまっすぐのがサービスしやすいですから、はい、でそこまでの空間を全部歪めてみたりなんかしたんですけど、なるほど、すごいこだわりがあちこちに、散りばめられている素敵なカフェです。ありがとうございます。はい、それでは次ご案内しますのでこちらへどうぞ。はい、はい、海の中なんで気をつけてついてきてください。はい、ドキドキします。よいしょ、ちゃんとついていけたか私。あ、大丈夫です。おー、すごい。あ、よかった。海底なんですけども。すごい、なんか、趣のあるカフェですね。わー、全部の材料、テクスチャーを紫色に染めたんですよね。緑色に見える部分も実は紫色系なんですけど、はい、全体を紫色系で染めてしまうと紫に見えなくなったり、紫の弱い色合いっていうのが緑とか違う色に見えたりするんですけどね。ああ、そうなんですか。壁とか床の紫っていうのはこれは他の部分で見ると本当にすごいどぎつい紫色してるんです。そうなんですね。でこれがまた海の中に入ってきたり、いろいろな光の加減でこう違って見えてきてるってことでしょうか。そうですね、緑と紫っていうこの色合いもものすごいですよね。ものすごいっていうかそうですよね。であとカーペットに赤い色を混ぜたりなんかしてね。で僕のソファーの周辺でこの赤色のカーペットの真ん中あたりは実は、はい、唯一紫色がかってないという。ここがメインの、スペースなんで他の色に染まらないスペースということで、はい、ちょっと色を独立させてみたんですよ。ああ、なるほど。確かにここだけこうね、くっきりと際立って見えるっていうか、そんな感じがしますね。全体的なコンセプトみたいなものはあるんですか、この海中のカフェには。これやはり海の中 の, スペースなんで、はい、ちょっと怪しい光が水の上からこう降りてきてると、で天井もガラスにしてますんで、そこから降りてくる、はい、こう海の中のスペクトルがこの部屋の中の色に変わってきてるっていう、そこら辺で全体的に何色にしようかなと思ったのが紫だったんですよね。ねえ、いいですね。なんかこう落ち着く感じがしますね。ありがとうございます。このソファーも、スカルプで作ったソファーなんですよ。あ、ポールさんがお作りになったんですか。であとテーブルも真ん中にちょっと模様が描いてありますよね。はい、この模様は実は自筆の鉛筆というか鉛筆書きが元になってるんですか。それをスキャナーで撮ってからいろいろ色をかけたりしてる中で作ったやつなんですけど、左右対称にならなかったんでどうしようかなと思ったんですけど限界を感じまして、なるほど。微妙に左右対称じゃないですね、言われてみたら。あ、下手なんです。いや、そういうことじゃない、そういうことじゃないですけど、味があるなっていう、なんていうんですかね、こう温かみがあるっていうか、ね、そういう感じがしますけど。もうあれですね。はい。と一度目のやつの方が良かったもんですが、結局もう最初に作ったやつのまま、ね、してしまってるんですけどね。建
物じゃなくて家具までお作りになるんですね。まあ、あのセカンドライフやる人たち結構家具上手な人たち多いですよね。どちらかというと家具下手な方なんですけど。いえいえ、でもやっぱりね、このお部屋のこうコンセプトに合ったっていうか、やっぱりこう全体的に、全体的なところを考えて作られてるから、これ以上ね合うものはないでしょうね、と思って作っております。部屋の中にマンタ入ってきてましたね今。あのマンタ可愛らしいですよね、実は座れちゃうんですよね。そうなんです、私の友人が作ったマンタなんで、あのあれなんですけど、よくあの海の生物が欲しいなっていうと、その、あの紹介したり、山が欲しいなっていうとまたそう紹介したり、この町に住んでる人たちがみんな、あのクリエイターの人たちが多く住んでますんで、そういった意味では友達としてこう切磋琢磨しながら技術を上げて紹介し合えるような、あのクリエイターになろうねっていうところでやってるんですけど、ああ素晴らしいですね。そんな人たちが集うカフェっていう感じでしょうかね。ですね。はい、それではどうぞこちらへいらしてください。はい、すごい綺麗ですね。神戸のルミナリエをそのまま持ち込んだような形で作ってみました。すごいルミナリエね、実際行くとものすごい人ですけど、ここはこう、ね、ゆっくり落ち着いて見られていいですね。なかなかなんか珍しいタイプの教会ですね。これはちょっとラッパの形をした空間が2つつながった、形になってるんです。というのが、一つの空間の中で、観客といいますか、列席の方々と、あと新郎新婦の、いる場所と、この空間を微妙に分けてまして、でそこでの距離感っていうのをこの、2つのラッパ状の空間で、差別化してるというところです。ですから入り口の方のもそうですし、今度こちら側の、この奥の方、ここなんですが、光がこう微妙に綺麗に入ってると思うんですけど、こちらの光っていうのは新郎新婦を光らせるための、そして入り口のところっていうのは教会に入ってきた時の感激といいますか、こう、光の中に包まれて入ってくると、まさにそんな感じでした。であと壁のテクスチャーがこのボーダー状のラインのテクスチャーになってますけども、これはその歪んだ空間っていうのをなおさら強調する、分かりやすくするためにわざと木をこう、ボーダー状にしてみたんですが、なるほどね。この躍動感というお話が前の時にも出てきましたけれども、まさにそういう人の動きとかね、そういうのが、でこの中においては垂直水平のものっていうのは床とあと何か扉ぐらいですかね、それ以外のものは全部壁も斜めでして、その全部が斜めの中にあるにもかかわらず、それなりのなんか空間に見えてくるというのがここへの狙いだったんですけどね。すごいですね、そういう風に見ると本当にそうですね、斜めになっている、すごい、もうほとんどのものが斜めです。なのになんかこうなんていうんですかね、嫌な感じがしないっていうのがさすがですよね。こうなんか落ち着かない感じじゃなくって、なんて言ったらいいんでしょうね、生き生きとした感じっていうか、そういうのが出てるっていうのがすごいですね。そうですね、そう言ってもらうとすごく嬉しいですね。人の流れっていうのと歩くのとっ
っていうのがどうしてもまっすぐっていうのはほとんどないもんですから、その動きに優しい空間っていうのを目指したっていうのかな。ああなるほど。そうで、あとはちょっときらびやかに上にこうパーティクルで照明が浮かんでますけども、はい、あはい、そこが少しだけちょっと目を引くおしゃれさを表現していたんですけど、うん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 、確かにこれはちょっと SL らしい感じになってますよね。この建物を作った時に初めてこう光っていうのをどう表現するかっていうのを、光のシャワーというのがね、どう、はい、表現していったら一番効果的かなっていうのをいろいろチャレンジした建物だったんです。あ、なるほどね。入り口とかもそうですけど、この天井のね、屋根の部分のこの光ってる感じもまた素敵ですよね。はい、一文字なんですけどね。実はこれも全然水平ではなくて斜めばっかりなんですけど。まあ、なんか見ると、ところどころプリムがきちんとこうつながってなかったりするんですけども、なかなかそこら辺は愛嬌ということで、むしろそれはもうわざとっていうことでいいんじゃないでしょうか。まあそうですね、そういうことにしておきましょう。へえ、すごい素敵ですね。最後になりましたけれども、ボルさんに今後の活動のご予定と番組をご覧になっている視聴者の皆様に何かメッセージがありましたらよろしくお願いいたします。はい、活動の予定ということですけども、まあ、今まで建築を SL の中でやってきた分、できれば SL からある現実の方につなげていきたいなというふうな気持ちはあります。現実の方で設計するやつを例えば SL の中に、クライアントさんに見に来てもらうと、でそれを見てもらったやつを、現実に立てていくっていうふうなことがまたできたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。すごいですね。はい、であと見ていただいている方に対するメッセージというそのことなんですけども、はい、そんな偉そうなことは実は言えないんですけども、まあ私自身も約3年ぐらいで、まあ、これぐらいのことはなんとかできるようになってきてまして、後に続く人たちにいかにこういうふうなものを残していくか、技術を残していくかというふうなことが今後の SL 自身の発展にもつながることだと思いますので、ぜひいろいろ見て盗んで、自分のものにしていただければと思っております。はい、ありがとうございました。本当にお忙しい中たくさん建物を見せていただきまして感動しました。ありがとうございました。これからも素敵な作品を作り続けてください。頑張ります。よろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか。作るだけなら誰でも簡単に建物を作ることのできる仮想世界だからこそ、こだわって作り抜かれたボルさんの作品にはデジタルにもかかわらず温かさや趣が感じられるんですね。ナビゲーターはルシオコスカでした。